私の予想通りにかけてみた。じゃあこれ2日目の前編の続きということで、7レース目からどうぞ。はい、7レース目スタートしました。5番3コースに前付けしてるから行っちゃうな。そのまま棒を刺して足りないか、1号か5号1になんないかな。5号1なら持ってる。あ、いけるかな。どうだ、5号刺さってないかな。どうだろう。はい、7レース目的中ならず、後半一発目外れということで、まあ何も言うことはないかな。まあ、とりあえず、まあ、8レース見てみましょう。はい、8レース目とは的中してください。1番までいいよ。あ、いいんじゃない。あ、いいね。1、2、3、1、2、4、どっちもある。こっちナイス。まあ多分おっちやついけど、その後ろ3番手の競り合いから3号艇の川村雅樹がリードを取ってきました。レースは2周目です。123か124、まあ大丈夫でしょう。2周1番から向こう正面です。2番手に2号艇の楠原翔太、オッケーオッケー、5はこれだね。ナイス。僅差の4番手が4号艇の姉妹です。123か124だね。5号艇中田義弘、これは確定でしょう。1番、2番、3番手、3号艇の川村を、ちょっと詰め、ナイスだ。4番、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 4
3番手は4号艇の後ろの勝負で満タンにゴール。先頭1番ゴール、2番ゴール、4番ゴール、3番ゴール、5番ゴール、1、2、4、ナイス。9レース行ってみましょう。はい、9レース目スタートしました。まあ6台6やばめっちゃ来るやん。あ、でもナイスナイスナイス、36あるよ、36ある。これやばくない？ 6 は高いんじゃないかな。1番、2番続いて2マーク、
トップで3号艇の新井翔吾、そして6号艇の渡辺翼が行きします。その後ろ3番から2号艇の笠木博之が1歩前、アウト1点差。1号艇峰重力也、レースは1周目に入りました。いや、2位来たらまずい。先頭は3号艇新井翔吾、向こう正面。361でいい。2番手に6号艇の渡辺翼、3番手2号艇の笠木博之が、いや無理か、いやいや4が誘ってるか、そのまま3号艇1歩前ですが、誘ってるね。内側から4号艇もどうか、誘ってる誘ってる。ここからは1号艇の峰重が迫って、なんとか2を2マークへと移ります。焦点は3番手の争い、最内から4号艇もどうかが先行する。さすが1号艇、オッケー、ナイス。マジでナイス。4番、1番、この2人の競り合いとなって、レースは最終周回です。先頭は3号艇新井翔吾、今日連勝見えています。最後のバックストレッチ。2番手が6号艇の渡辺翼。3番手、1号艇の峰重が先行して、リードを取った1号艇の峰重が3番手、1号艇が3番、6番、1番、3、6、1。この決着で入ると、3連単は32.2倍、3220円。いいよ。3、6、1、ナイス。はい、9レース目見事的中。3220円、361。いや、これはでかい。回収率も 100% 超えたし、2日目ここに来てやっと川越え、多分昨日も1日目も通してこの調子で10レース目も見てみましょう。10レース目スタートしました。これは1頭、1はいいんじゃない。1号艇の辰馬、そしてアウト5番の辰馬と1枠れてるけど、逃げる1号艇の辰馬光弘、さすのが2号艇の大場弘隆、外仕掛けた5号艇三笘さん、向こう正面は逃げて1号艇の辰馬が取っている。スタートは全然正常でした。先頭1号艇辰馬、その後ろ2番5番並んで追走で2枠、トップ1号艇の辰馬光弘を折り返します。2号艇のオーバーチョコ、5号艇ミカとフォルダは、先頭は1号艇の辰馬光弘、2番手に5号艇の三河隆明です。その後ろ3番手は2番4番3番の並走で、レースは最終3が来たらダメだ、3が来たらまずい。先頭は1号艇の辰馬、2番手は5号艇の三河、3番手の争い、3号艇の4が来てるね。さすが4号艇小池、ナイスナイスナイス。2号艇のオーバー計算ってない。4号艇の小池が1歩前、2号艇で3番そのまま行こう、そのまま。よっよっよ、ナイスナイスナイス。1号4ね、オッケー。持ってる。ナイス。はい。まさかの3連勝。そうだね、3連勝だね。ナイス。154、 129% の回収率。いや、これはめっちゃやばいっていうか、もう11、12レース待てても勝ち確でしょ。そうだね。ここは、はい、2日目勝利確定。いや、できればこのまま伸びてほしい。いや、ちょっと期待して11レース目を見てみましょう。出遅れてる。こっちだ。うわ、3が来た。地か。3は持ってない。スタートは全体正常でした。先頭は3号艇
内堀学ぶ、すぐ後ろ2番1番4番が続いて2番、これは厳しいでしょう。3号艇の内堀が折り返すところ内入る1号艇の武田、いやいや、さらには2号艇の佐藤とホームが2145ならあるよ。2号艇佐藤、1号艇の武田、3が邪魔だな。1番が設定、レースは最終周回へと入りました。さあ1番の交互戦、なんとか3がいなくならない。3-1 じゃない、3-1 じゃない、2-1 無理だね、4いってないもん。はい、11レース目的中ならず、2-3。でも、まあ、そっか、燃焼力途切れてしまって、だけど、まあ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 、回収率まだプラスです。まだっていうか、まあ、12レース目までプラスで終われる。いや、とりあえず12レース目行ってみましょう。スタートの1レース、1番区逃げる1号艇の中口の中が、2号艇の赤羽克也が刺す、負けるのが3号艇の三笘照之、これはいいんじゃない。逃げました1号艇の中口はトップ、3号艇は正常でした。1-2-3、3番手、3番手の三笘輝之、あ、でも大丈夫でしょう。上3手は1番、2番、3番です。1、2、3、このまま入ると3連単 9.5 倍となっています。9.5倍、最終コーナー先頭1号艇の中口博之、シリーズ待望の初勝利、はい、2番手、2号艇の赤松也、3番手は3号艇三笘輝之で、第12レースまもなくゴール、はい、先頭1番ゴール、2番ゴール、3番ゴール、はい、12レース目見事的中で、2日目なんとなんとプラスで終わりました。マジでナイス。いや、とりあえず回収率107%、1,790円プラスで画面を終了ということで、画面は終わり。また3日目で